1949年、加藤玲子は、日本の元フィギュアスケート選手、日本フィギュアスケーティングインストラクター、協会名誉会員、大東文化大学名誉教授、早稲田大学文学部卒業、大阪府出身、大阪府出身、早稲田大学文学部卒業、1948年の第16回全日本選手権で、庭よしこ、 生田津也子に続き3位に入った。1951年の第19回全日本選手権で4位となり、このシーズンで引退し、プロフィギュアスケーターとなった。1953年11月には、現在も欧米を中心に人気を博している、プロフィギュアスケート賞、ホリデー・オンアイスに入団し、東洋人として初めてプリンシパルとして参加した。 1954年1月からは、アイスショーの欧米巡業に参加し、1955年1月に帰国。プロモーションは日活が行っていた。その後、フィギュアスケートコーチとして、アイスダンス全日本チャンピオン世界、選手権代表となった田村正人、赤弘真由美など数多くの後進の育成に努めた。また、 大東文化大学文学部教育学科教授として教弁を取り、体育で社交ダンスを教授、囲碁顧問都市部踏研究会を総部。現在は大東文化大学競技ダンス部、名誉顧問。日本フィギュアスケーティングインストラクター、協会名誉会員。日本フィギュアスケーティングインストラクター協会役員、一覧、朝日グラフ1949年12月21日号。 朝日新聞社、スターズ・オブ・ザ・ショー、ザ・ファビュラス・アイス・ウェイジ読売新聞昭和35年1月17日17面、加藤玲子さん、帰国、日本経済新聞昭和30年1月21日3面、ありがとうございます。